皆さん、こんにちは。私は誰だかわかりますか中野先生といつも仮想通貨と FX を勉強しています。今後とも中野研究会をよろしくお願い。 申し上げます。それでは中野先生に変わりますね。あどうもありがとね。皆さん。皆さん、こんばんは。経営コンサルタントの中野です。今日はですね、えー、っと、YouTube ライブね、あの、 一般公開ライブはやめてですね、あの、有料会員さんだけのライブをですね、ちょっとやろうかなと思,思ってますので、えー、っと、ライブはね、あの、一般の方は見れないようになってます。でその代わり、えー、ちょっとしたね、あの、動画を今からね、作ろうと思ってますから、えー、できればね、えー、この動画を見ていただければと思います。で、こ今日はですね、 こちらですね。僕もすごく悩んでたんですけども、まあ、これ悩んだお金とか人間関係の問題を解決する方法ということで、まあ、お金とか人間関係すごい悩んでてですね、まあ、大体お金なんだけどね、お金がなくなって人間関係、お金返せなくなっちゃって、<laughs> まあ、人間関係がおかしくなって金返せって話になってんですけども、 まあこの問題ですねこの問題を解決するにはどうしたらいいかっていうことなんですね。で、まあ私のことは皆さんよく知ってると思いますが、えー、さらに今やってたんですけどね、三菱電機入って、三菱、三菱電機5年いましたね。まあ、短いって言えば短いし、まあ、22歳から27歳まで行って、プログラム開発を主にやってましたけどね、セキュリティのね。 はい、あの空港とかビルあの、丸ビルとかね、大規模ビルシステム、ビルのですね、えーまあ、最初はあの中央管理装置ですね、空調照明、えー、などの中央管理、集中管理システムを作ってて、その後は、えー、中央セキュリティシステムを開発してたんですね、ソフトウェアなんでね、えー、その後三菱商事出向して、えー世界の世界、世界にとび回って営業やってたんですけども。 えー、その後ね29歳で、えー、IT バブルがあったのでなのでその時に乗じて独立しました IT ベンチャーを作ってね経営してましたでなかなかうまくいかないですよね <laughs> うまくいかないんで <coughs> <coughs> まあ何度も自殺しようとしましたし、まあ、何度もまあサラリーマンに戻ろうとしたし実際にサラリーマンにも戻った時もあるしね まあ辛い経験をずっとしてましたけれども、えー、っとね <coughs>、まあ、うつ病になってですね、あの健康保険組合から傷病手当金をもらいながらですね、1年,1年半ぐらいですね、えー、自宅でずっとぼーっとしてた時期もあるんですよ。長いですよ、1年半は。で、今後、自分どうなるのかなって、この病気治らなかったらどう,どうなっちゃうのかなっていう不安もあるしね。 えー、いろいろありましたそれで病気もだいぶ良くなって2015年ですね、えー、また第2の独立をしまして今の一般社団法人を設立してですね、えー、理事長としてずっと頑張ってるわけでございますが、えー、独立してねまたちょっとお金が <laughs> 相当お金借金してですねまた相当まあ独立して、まあ、5年10年はうまくいかないですけれども。 また相当お金がなくなってしまって、借金を重ねてしまってですね、それでお金が返せなくなったりですね <laughs>、まあ、その経営コンサルティング上のですね、トラブルがあってですね、裁判をね、ふっかけられたんですよね。2015年の、2016年ですね、2016年の 5, 5, 月と5月と8月かな。 5月と7月かな。<laughs> 2個同時期に2個ね、いっぺんに吹っかけられたんですよね。違う会社からね。えー、皆さん裁判ってあの民事裁判ですけどね。刑事裁判を受けた時ある人もいると思います。スピード違反とかね。まあ刑事裁判じゃなくて民事裁判2つ、訴状が届いたわけですよね。松戸、松戸裁判所と東京地方裁判所ね。霞ヶ関のね。 で、最初はね、松戸裁判所から届いて、あまずいなと思って。で、その時お金がなくて、仕事もなくて、うつ病状態で、家にいたんですよね。で、僕のね、心理状,状態っていうのは、ここの過去の自分ですね。こんな感じでした。もう、毎日が将来の不安と過去のこうあ、ちょ、ちょ、将来の不安と過去の後悔で、常に頭がいっぱいでですね、不安で不安でしょうがないんですよ。不安で寝れないし、 寝れないし、起きてると、もう、心が潰されそうなんですよね。でも全然ダメで、しょうがないからね、寝ちゃうんですよね。<laughs> 朝起きて、<laughs> 起きるとさ、バッてまた思い出すでしょ。あの、悩みの種が、まあ、借金返済どうしよう、今月、えー、今月月末お金ないどうしよう、どうしようってね。 借金もできるかなできないよな。ね、カードをいっぱい出してさ、これ限度額もうないかなないかなつって。<laughs> えっとね、金利とかも全然考えずにね、えー、できる、もう借金できるだけして、カードローンとかね、銀行ローンとかね、えー、キャッシングとかね、やって、えー、頭いっぱいでしたね。あとは、まあ、過去の後悔ですね。なんでこんな風になっちゃったんだろうと。 ね、また、その雇われコンサルティングやったらよかったなとか、まあ、そもそもの話、三菱電機やめなきゃよかったなとか、三菱商事やめなきゃよかったなって、まあ、そんないい民間企業、他にあんまりないからね、うん、だからやめなきゃよかったなって、何年前の話してんだっていうぐらいですね、まあ、過去の後悔と、まあ明日の不安ですよね、もう、とか、あ、うん、日とか今日の不安とか。 まあお金ない、家賃払えない、どうしよう、高熱費払えないとかね、飯食えないとかね、まあ、まあ、子供、家族に <laughs> まあ何も買ってあげられないどうしようとかね、いろいろ常に頭がいっぱいで、朝起きるとね、あのー、起きるとね、目覚めるでしょう。そうするとまたなんか思い出してくるように頭が活性化してきて、あ、そうだ、あの悩み事どうしよう、この悩み事どうしよう。 大体いい借金返済の期日が迫ってるやつね。どうしようどうしようでいっぱいになっちゃって。でね、しょうがないからね、朝ごはんたらふく食べてですね、まあ白米や安いからねあの、ご飯だけいっぱい食べてあの、ご飯ですよとか、ふりかけかけて、ね、食べて、お腹いっぱいになると眠くなるでしょう。で、また寝ちゃうんですよ。<laughs> 寝ちゃって <laughs> して午後起きるじゃないですか、2時から3時ぐらい。してパッと起きるとね、またね、 どうしようどううしようってなるんですよ。どうしようってなって、起きてると、もう何の解決策もないから、やることやったんですよ、インターネットビジネスとかね。<laughs> あれもこれもね、なんかこう副業でさ、まあ本業でもね、えー、ネット広告やったり、ブログ書いたりね、メルマガやったり、もうあれもこれも YouTube で宣伝したりも、ね、もあれもこれも全部やって。 もう全部ね、やり尽くして、万作尽きたんですよね。で、副業やるかつって、副業ね、やっても全然ダメで。<laughs> で、お金にもなんなくてですね、そしたらセブンイレブンでアルバイトしてたとこ全然良かったんだけど、まあもうそこ、もう体動かないですね、もう全然だめでね。それでね、朝起きてね、不安がいっぱいで、ご飯たらふく食べて寝るんですよ。 そして、午後の2時か3時起きちゃうでしょ。してね、また、わあどうしよう、どうしようってなるんですよね。して、またね、なんか食べちゃうんですよね。あのビール飲んだりね、昼からね。ビール飲んでですね、まあ、泣きなしの酒があったんでね、家の中にね。で、それをたらふく飲んで、酔っ払って、また寝ちゃうんですよ。で、夜、夜 <laughs> でね、夜がね、寝れないんですよね、今度ね。 そんな日々がね、もうずっと続いてたんですよね。何ヶ月も、ね何、何ヶ月も続いてて、そういうですね、精神状態の中で、裁判が2個吹っかけられたんですよね。数百万の、えー、数百万円のですね、言われなきですね、慰、え、謝、ー、料、慰謝料っていうか、何ていうか、う損害賠償請求、言われなき。 で僕、法律得意なので、法律得意だからってったって、精神状態が非常に悪かったので、最初はね、あの無視してました、裁判所の封筒ね、ちょちょって見て、訴状って書いてあって、何で書いてあるかよく分かんないんですよ、だからポーンって捨て、ポーンって捨ててねあの、見えないようにしてました。<laughs> でも、やっぱり答弁書書書いたりね、裁判所出廷しないと100、100%負けて、 相手がね、むちゃくちゃなこと言ってきてるんですよねもう。あることないこと書いて、こいつは悪いんだとか、犯罪者なんだとか書いてね、それでね、あの損害賠償金何百万と書いてあるんですよ。でね、あのこっちがね <coughs> あの、回答っていうかね、返事しないと、いや、そんなことねえと、そんな事実ないって言わないと、100%相手が筋が通っちゃって、裁判所がね、判決しちゃうんですよ。 うん、<laughs> 100%負けて相手の言いなりになっちゃうんですよ。だから、あのなそういう、ね、悪い人っているんですよ、世の中。もう何でもかんでも言いがかりでですね1回名刺交換しただけでね裁判をふっかけてくる人いっぱいいるんですよ。だからね気をつけた方がいいですよ、皆さんもね。それでね、えー、っともうだめだということで、この過去の自分ね、ちょっと前の自分ですよ。もう あ常に頭の中がね、過去の後悔と将来の不安でいっぱいだったんだよね。それで裁判にも、まあだからさ、お金がないし、仕事がないしね、まあ今後やっぱり仕事どうやってね、えー、やっていくか、食べていくか、考える暇もなく裁判を2つもやらなくちゃいけないから、もうどうしようもなかったんですよね。で、裁判戦って、1個だけならまだしもね、2つパラレルですよ。当時並行きつかったね。で、その時に、 <coughs> NHK 夜の、ね、NHK スペシャル見たんですよね2夜連続のそれはストレスキラーって言ってねマインドフルネスの話だったんですよ今も YouTube にね誰かアップロードしてる人いるんですけども結局ですねあのこのままの精神状態だったら完全にね裁判負けると思ったのねそれで今の自分はどうしたかというと結局ですね過去と未来を全く考えないことにしたんですよで私僕はね今ね 今日という、今日の中の今、例えば今だったら9時、夜の9時32分ですけど、9時32分で、今 YouTube の動画撮ってますけど、これ以外全く考えないようにしたんですよ。で、これをね、マインドフルネス、意識をね、マインドフルネス状態に持っていかなくちゃいけないんですけども、一種のトランス状態なんですよね。うん、で、仏教用語では、えー、悟りを開いた状態なんですよ。で、常にね、 今目の前にあることしか考えないんですね常にね、目の前にあることしか常に考えないんですよ。目の前に箸が置いてあったら箸のことしか考えないんですよ。あ、この箸いいな、綺麗だな、色綺麗だなとか使いやすそうだなとか、どこで作られたのかなしか考えないようにしたするんですよで。これマインドフルネスの実践。 をしなななななくくちゃいいけなくてなかなかできないんでできんすよねで僕はあの、でもしないと死んじゃうから、死んじゃうから、お金もないし、借金山盛りで返済もできない状態で、裁判を2つも抱えてね、えどうすんのと、<laughs> もうね、これはね、奇跡を起こすしかなかったんだよねで。奇跡を起こすしかなくて、もうまるでね、ノアコインが100円になると、ノアコイン100円になる、これ奇跡でしょ 奇跡が起こるこるとを信じて疑わなかったんですよねそうしないともう死んじゃうから。<laughs> 本当にね、<laughs> うつ病状態で借金何百万だって、それで裁判2個ふっかけられてみもうね、自殺したいから、みんな。楽になりたいから。それで、一番最後にですね、えー、普通の思考では過去の結果が現在の思考を作,作るんだよね普通。普通の人っていうのは、 今の思考っていうのは過去の結果でしょ過去の経験とか実績によって今何、今後何やりたいとかあれやりたいとかこれやってるとかい今の思考が作り出されるよね。過去の結果によって今現在が作り出されてるわけですよ。皆さんの思考とかね、体とか地位とか名誉とかね、えー、っていうのがね、作り出されてるわけなんだけれども、えー、<laughs> で、現在の思考が明日を作るわけですよ。それはそうだよね。 過去の実績で今の自分は、え何、ーえー、て言うのかな、自信を持った今の自分がいるわけですよね。逆に自信がない自分がいるわけですよね。それで自信のある自分は明日は素晴らしい自,自分を作ろうとするわけ。自信のない人っていうのは明日も自信のない明日になっちゃうわけですよね。だから、過去が現在を作ってるんですよ。それはわかるでしょ。 過去が現在を作ってる。現在のあなたの考えを作ってるわけですよ。そうだよね。過去の後悔があるからね。<laughs> まあ過去はあの成功体験があればいいんだけど、成功体験ってあんまりないからね、皆さんね。そして過去の後悔が今の不安な状態を作るわけ。今の自分の皆さんとかね、僕の心の不安を作るわけ。過去が今の不安を作るわけ。そして今の不安な状態が明日の 不安定な自分を作るわけですよ。結局、クビになったりね、借金がもっとできちゃったりするわけですよ。じゃあ、明日をバラ色にするにはどうしたらいいか、明日億万長者になるためにはどうしたらいいかって言ったら、過去関係ないから、過去は関係ないから、今現在の心の状態が明日を作るわけですよ。で、ほとんどの人は、今現在のこの状態は、過去の実績とかが、結果によって作られてるわけですよね。 でも、マインドフルネスっていうのは、過去を完全に忘れ,きる忘れ去るわけ。昨日のこととか今日の午前中のことを全く覚えてないわけ。僕も覚えてない。だから、いつもダブルブッキングするわけですけども、個人コンサルティングね、いつもダブルブッキングとか、トリプルブッキングして、3人いっぺんにやったりするんだけども、こういうことなんですよ。とにかく過去、とにかく、ちょっと前のこと全く忘れます、僕はね。 うん、いいことも忘れるし、悪いことも忘れちゃうんですよ。だから、常にいいこと、未来はバラ色だ、億万長者だとしか考えてないんです。だから、明日は僕は億万長者になれ,うんなれるし、なれたんだと、なるんだと思っておりますで。皆さんもですね、このマインドフルネスっていうのは非常にいいですから、 YouTube 動画を探したりですね、まあ、NHK のキラーストレスとかね、2夜連続の、えー、テレビ番組とかですね、あのマ,イマインド違う違う、マインドフルネスの本とかもありますからね、あとはブログなんかもありますから、えー、ぜひですね、マインドフルネスを実践していただいてですね、過去を完全に忘れきる、そして未来はバラ色なんだと。 明日は億万長者になるんだと宝くじ当たるんだというふうに思うとですね思考は現実化するんだよねこれは物理現象でまあ量子力学なのかニュートン力,なの力学なのかわかんないですけれどもこれはあの確かなんだよねそりゃそうだよね今考えてさあの明日 僕は何々になるんだ、例えば僕は野球選手になるんだっつったら、今ね、今日なるんだっつったら、あ明日も明後日もしあ後日も努力するでしょう。だから野球選手になる可能性高いよね、うんまあ。もっとね、ハードルを落としてさ、僕は明日セブンイレブン行くんだと。ですき今、今日試行すれば、明日必ずセブンイレブン行くよね。でも、思考しなければ行かないんですよ、明日行動しないんですよ。だから、思考は現実化するんだよね。 100%そうなんですよ。考えなければ現実化しないんです。だからいいことを考えましょう。悪いことを考えると、例えば、明日ね、なんか悪いことすると、したそれやっちゃうよね、どうしてもね。うん、明日例えばなんか、ちょっとした悪いことを考えると、そのちょっとした悪いこと、例えば、 多しょョンんするんだって思えばさ、多しょョンんぐらいだったらやっちゃうじゃないですか。見つかったら逮捕されちゃうけど、えー。だから思考は現実化するんだ、完全にね。完全に現実化するでしょ。それで、じゃあ自分の、ね、手の届かない能力を超えたものについては、現実化するのかどうかなんだけども、それは現実に近づくようになるよね、やっぱりね。少しずつ努力が実ってですね、えー、現実化していくよね。だから、えー、っとね、 あの僕はね、あの結局ね、過去をね、全く考えないようになったんですね。で、まあ2、2ヶ月と3週間ぐらいかかりましたね。普通の人は多分、まあ、悟りを開かなくちゃいけないから、普通の人は10年とか20年かかると思います。で、僕もまあ、結局、二千年、独立して2000年当時から、スピリチュアルの、えー 研究をしてますからね結局は10その当時は17年ぐらいかかってるんですけれども結局ねマインドフルネスが現実が達成できるのにね17年ぐらいかかってるんですけども、まあ、皆さんもね努力してあの諦めずにやっていただきたと思いますでその当時はね本当に苦しくてね、えー、目を覚めて起きてる状態がすごい辛いんですよ常に考えちゃうから苦しいことをね将来の不安をね でもね、ま、あの、毎日辛かったですよ。で、毎日毎日ふ布団から出れないんですよね。で、裁判抱えてるんだけど、出れないんでね、やばいなと思って。そして毎日ですね、NHK の、うん、ストレスキラーっていうですね、番組誰、どっかの誰かがですね、YouTube に載っけたやつ2つね、毎日毎日見てたんですよ、それだけね。他何もできないから、心が辛いから。そしてね、そしたら2ヶ月と3ヶ月目ぐらいね、 見てても全然あの辛いですよ、うん、その後もね。だから寝ちゃうんだけど、ある日ね、朝起きたときにですね、すごく気分が良かったんですよねそ。その前の日まではね、うわ、起きちゃった、やっぱり現実か、借金どうしようってなったんだけど、ある日ですね、3か月に近づいた頃ですね、なんかすごくね、気分が良かったんですよ、朝起きてそして。 まあ、らってハ磨ミがいてね、朝食食べてる時も、あれ、なんか気,気分いいなぁと思ってですね、あのー、まるでね、ラバースコンチェルトとかですね、ビバルディの四季の春がですね、えー、流れてるようなね、そんな気分だったんですよね。小鳥がさえずってるような感じでね、すごく気分がいいなぁと思って、うん。でね、はって気づいたんですよ。あ これがマインドフルネスかと。これがマインドフルネス状態かって気づいたんですよね。すごい気分が良くてですね。そういえば、将来の不安を考えてないんですよね。うん。あの、今月末のね、借金返済の、えー、お金どうしようかっていうのはね、考えてないんですよで。すっごく幸せな状態が、えー、ある朝ね、起きたらな,なっててですね。 実はその状態がですね、2年経って今も続いてるんですよ、うん。朝起きても、夜寝る時も、昼間中もずーっと、24時間ずっと続いてるんですよね。だから、あの僕はいつもニコニコしててですね、あのあんまり怒らないしね、うん。でね、やっぱり実、あの、過去、 今回もう考えない考えてないですね。口には出しますけど、まあしょうがないなって感じで、まあいいかなと。で、明日の不安もないですね、もうね。金なくなったらなくなったらいいやと。もう、うん、またきっとなんとかなるだろうと。なんとかなるだろうと思うことができるようになったんですよね。そうするとね、なんとかなっちゃうんですよ。で、今までは。 へあの借金返済期日の1週間ぐらい前からね、どうしようどうしようって悩むんですけど、今はですね、えー、今はもう借金とかないからね、いいんですけど、えー、マインドフルネスができてからはね、借金返済日の当日のですね、当日の午前中も借金返済のこと考えてないんですよ。午後になってですね、午後の1時になって、あ、そうだ、借金返済考え、どうしようかなって。 で今日の借金返済いくらなんだろうって計算して、そして、ああ、えー、56万かってどうしようかなっ,つってあで、あと1時間しかないでしょ、2時で、3時までに銀行入金しないといけないから、で1時間で銀行行って、えー、いろんなクレジットカードとかね、えー、銀行ロンカードとかで、えー、残高を見てな、毎月ね、なぜかギリギリ足りたんですよね。 毎月何故かギリギリ足りたんです。そして、そうこうしたうちに、また、あの普通のビジネスがですね、盛り返してきたんですよ。そして、お金がたくさん入るようになって、あの、借金全部返済できたんですよ。数,数百万ありましたけど、まあ、大金が、まあ、もっとあったかな。<laughs> ですからね、皆さんも、おすすめ、このマインドフルネス、なかなかできないですけどね。 あの、もしね、あの、これもっと知りたいっていう方いらっしゃいましたら、私もで、ね、LINE とか電子メールまたはお電話、あと LINE 電話とかいただければと思います。それではね、今日は、えっ、ー、と、一般公開ライブはできませんけれども、明日はね、ライブできればと思います。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。ありがとうございました。おやすみなさい。